半島方面作戦、南北戦争の半島方面作戦、半島方面作戦、A、ペニンシュラキャンペーン、あるいはパニンスラーキャンペーンは、1862年3月から7月に、東部戦線では、北軍最初の大規模攻勢として、バージア州南東部に発した作戦である。ジョージ・マクレラン少将に指揮された、この作戦は、バージニア州北部にいる南軍を出し抜いて、 海陸共同で、迂回経路を取り、アメリカ連合国の首都リッチモンドを陥れようという意図があった。マクレランは、当初自分と同じくらい慎重な、ジョセフ・ジョンストン将軍に対して、作戦をうまく進めていたが、ロバート・イーリー将軍の登場によって、作戦の性質が変わり、北軍は惨めな敗北を喫した。マクレランはその軍をモンロを取り出で上陸させ、 バージニア半島を北西に進んだ。南軍のジョンビー・マグルーダー殉将は、狭い半島に3本の防御船を敷いた。最初の防御船は、ウォーウィック船と呼ばれ、ヨークタウンからマルベリーアイランドを結ぶものであり、マクレラン軍に、不意打ちを食らわせた。マクレランは、急速に進軍したいという望みがついえ、自軍には、ヨークタウンの包囲船に備えるよう命令した。 包囲戦の準備が完了する直前に、この時はジョンストンが直接指揮していた南軍は、リッチモンドへ向けて後退を始めた。この方面作戦の最初の大きな戦闘は、ウィリアムズバーグの戦いであり、北軍は、なんとか戦術的勝利を引き出したが、南軍は、その後退を続けた。エルサムズランディングの戦いでの水陸両面による、 側面攻撃でも南軍の後退を遮断することはできなかった。ドルーリーズ・ブラフの戦いでは海軍によるジェームズ側を使ってリッチモンドに達しようという試みが撃退された。マクレラン軍がリッチモンド郊外に到着するとハノーバーコートハウスで小さな戦闘が起こったが続いてジョンソンによる九州であるセブンパインズの戦いあるいはフェアオークスの戦いが起こった。 この戦闘は決着がつかず大きな損失を出したが、この方面作戦の間続くことになる効果を生んだ。ジョンストンがこの戦いで負傷し、6月1日により戦闘的なロバート・イ、e、ーリー将軍に指揮官が交代し、リーはその軍の組織を再構成して構成に出る準備をした。リーが指揮し、 マクレランに対して攻勢に出た6月25日から7月1日の終盤の戦闘は、半島方面作戦の部分と正式には考えられているが、一般には7日間の戦いと呼ばれ、本校では衝突しない。マクレランは1861年から1862年にかけての冬を その新しいポトマック軍の訓練と、エイブラハム・リンカーン大統領からの南軍に対して、進軍せよという要求への闘争に費やした。リンカーンは、ワシントン DC からちょうど30マイルのバージニア州、センタービルにいるジョセフ・ジョンストン将軍の軍隊のことを、特に心配していた。マクレランは、ジョンストン軍の戦力を過大に評価しており、目標をその軍から連合国主とリッチモンドに変えた。 水路によってラッパハノック川沿いにあるアーバナに渡り、ジョンストン軍が行く手を遮るように動く前に陸路をリッチモンドに進むことを提案した。リンカーンは、作戦が進行する間に、ワシントンが攻撃されることからは盾になる陸路からの進軍に賛成だったが、マクレランは、バージニア州の道路事情が耐え難いものであること、首都の防衛には然るべき手を打つこと、 およびマックレランがリッチモンドに近づけば、ジョンストン軍がきっとついてくることを論じた。この作戦は、首都で3ヶ月間論じられ、最後に3月初旬、リンカーンがマクレランの提案を承認した。しかし、3月9日までに、ジョンストンはその軍隊をセンタービルからカルペパーまで交代させ、マクレランのアーバナ上陸作戦は、実行不可能になった。リトルマック、 マクレランのあだ名は続いて、モンロートリデまで船で渡り、そこからバージニア半島、ジェームズ川とヨーク川の間の細長い帯を遡ってリッチモンドに至る案を提案し、リンカーンはしぶしぶ同意した。マクレランは半島に向けて出発する前に、そのポトマック軍をセンタービルに向けて鳴らし運転させた。そこでは、いかに、 ジョンストン軍とその陣地が実際には弱かったかを悟り、高まる批判にさらされることになった。3月11日、リンカーンの戦争命令書第3号で、マクレランは北軍の総司令官から解任となり、待ち構える難しい作戦にすべての注意を払えるようにした。ポトマック軍は3月17日に門路を取り出に向けて出港した。ポトマック軍は、 マクレランがモンロを取り出に到着した時に、約5万名がいたが、この数字は、対決が始まる前に12万1500名まで膨れた。これらの兵士に、1万5千頭の馬とロバ、および1150両の荷車を運ぶことは大変な仕事だった。113隻の蒸気船、188隻のスクーナー、および88隻のバージを要した。軍隊は三個軍団と、 その他の部隊に組織化された。南軍側では、ジョンストンの北バージニア軍、3月14日に、新しく命名は、3つの翼で構成され、翼ごとに数個旅団があった。しかし、ポトマック軍が到着した時、マグルーダーの1万3000名のみが半島で、向かい合った。主力のジョンストン軍4万3000名は、カルペパーに、セオフィラス H ホームズ少将軍6000名は、 フレデリックスバーグに、またベンジャミン・フーガー小将軍9000名は、ノーフォークにいた。リッチモンドでは、ロバート・イーリー将軍が、カロライナ海岸の防災課任務から戻り、3月13日に、ジェファーソン・デイビス大統領の主席軍事顧問になった。シェナンド渓谷にいた軍隊はこの作戦では、間接的な役割を演じた。北軍のナサニエル・バンクス及びアービン・マクドウェル核。 少々式下の約5万名がバレー方面作戦を遂行中のストーンウォール、ジャクソン騎下のかなり小さな部隊の追跡に携わっていた。小さな戦闘におけるジャクソンの卓越したミサオ軍と戦術的な成功により北軍がマクレラン軍を補強することを妨げ、マクレランは大いに失望した。マクレランの作戦ではマクドウェルが3万名を率いて加わることになっていた。 3月8日は初めての鉄板装甲艦の戦闘となった。南軍海軍の新造艦 CSS バージニアがチェサピーク湾からハンプトンローズに至る入り口を封鎖していた木製の北軍艦船の前に現れ、北軍艦船を徹底的に破壊した。しかし、翌3月9日、北軍のこれも新造の鉄板装甲艦アセスモニターが現れた。 二隻の鉄板装甲艦は決着のつかない戦いを交わし、その日が終わる頃にそれぞれ撤退した。ハンプトンローズの結果、軍隊の輸送船がその経路で直接この新しい武器に襲われる可能性が生じたので、新たな心配を生んだ。また、アメリカ海軍は、ジェームズ側でも、ヨーク側でも、マクレランの作戦遂行を保護できると、 確信させられなかったので、マクレランのヨークタウンを取り囲む、水陸共同作戦は放棄され、4月4日に半島を前進するよう命じた。4月5日に、マクレランは、マクドウエール軍団がモンを取り出で、彼の軍隊に加わることはないと分かった。ジャクソンのバレー方面作戦の圧力に加えて、リンカーン大統領は、マクレランがワシントンを守るには、不十分な軍隊を残し、 部隊の勢力を報告するときに実際にはよそに配置されているものをワントン防衛分に数えてマクレランが欺こうとしていると考えた。マクレランは約束された資源がないままに主要な方面作戦を率いることを強いられていると抗議したがともかく前進することにした。北軍はヨークタウン1 7 8一年にイギリス軍チャールズ・コーンウォリス将軍が ジョージ・ワシントン将軍に降伏した場所に進軍した。そこでは、マグルーダーの一万三千名の部隊が、町の両側とオーウィック側に沿って、残豪を作って、戦列を敷いており、半島をほとんど完全に横切る形になっていた。マクレランは、ヨークタウンを包囲することに決め、ほぼ一ヶ月を費やして、その任務に必要と感じる重火器や物資を集めた。 戦前は、郎と俳優であったマグルーダーは、少数の部隊を、同じ場所で何度も、これ見よがしに行進させ、自軍の勢力を大きく見せるようにして、マクレランを欺くことに成功した。マクレランは半島をリッチモンドに向かって遡ることを、中断し、包囲専用の砦を構築し、包囲専用の大砲を前面に出すことを命じた。そうしている間にジョンストンは、 マグルーダーに遠平を送った。4月16日、北軍はリーズミルあるいはダム1号で南軍の弱いところに探りを入れた。しかし、この攻撃の当初の成功を活かすことができず、マクレランはさらに2週間待機し、一方で海軍にはヨークタウンやグロスターポイントの南軍大砲を迂回し、ヨーク川を遡ってウエストポイントに至り、 ウォーイック川戦線の側面を突くという作戦を説得しようとしていた。マクレランは5月5日の夜明けに集中砲火を開始する考えだったが、南軍は5月3日の夜間に街を抜け出し、ウィリアムズバーグまで後退した。マクレラン軍の長々とした遅延の間に天候や平坦の難しさ、及びマクレランの明らかな度胸のなさのせいもあって、ジョンストーンは、 リッチモンドを守るための軍の再配置を行う適度な時間が持てた。ジェームズ・ロングストリートの翼の一部がマグルーダーの残豪を占有して後退の伝軍として務めた。5月4日、両軍の間に小競り合いが発生した。ストーンマンの北軍機兵隊も J.E.B. スチュアートの南軍機兵隊と小競り合いを演じた。この作戦で最初の回戦は 北軍4万1000名近くと南軍3万2000名を巻き込んだ。マクレランはこの日ほとんど後方に下がっており、北軍の指揮はサムナーに任され、サムナーは全軍のほぼ半分しか使わなかった。ジョセフ・フッカーの師団がウィリアムズバーグ近くで南軍の伝軍に遭遇した。フッカーはヨークタウンから続くウィリアムズバーグ道路沿いに作れた土盛りの防御陣地である。 マグルータートリルに攻撃を仕掛けたが、撃退された。ロングストリートが反撃し、北軍の左翼側面を圧倒するほど脅かしたが、フィリップ・カーニー准将の旅団が到着して、北軍の陣地を守った。続いて、北軍のウィンフィールド、スコット・ハンコック准将旅団が、南軍の左翼を脅かし、二つの放棄された防災を占領した。南軍は反撃したが失敗した。 ハンコックの局地的な成功は生かされなかった。南軍は夜の間に交代を続けた。戦闘は実質的な決着がつかず、北軍はその前にあるかなり少数の部隊を打ち破ることもできずに失望もあったが、マクレランは陸軍省にあてて勝利を告げる連邦を打った。マクレランの次の作戦は4師団、フランクリン、ポーター、セジウィック及び、 リチャードソンを一つずつヨーク川を遡らせ、ウエストポイント近くのエルサムズランディングに行かせて、ジョンストンの半島交代を遮らせることだった。ジョンストンはこの動きを察知して、G.W. スミスの士団を送り、最初に上陸したフランクリン師団を妨害させた。スミスは激しい戦いで、フランクリンに戦術的勝利を挙げたので、マクレランはリッチモンドへ向かう道路が引き続き悪い状態に、 あるにもかかわらず、水陸共同の作戦を諦めることになった。5月9日、ノーフォークで孤立していた南軍の部隊が、ハンプトンローズを渡ってきた北軍の大部隊に直面し、ノーフォーク氏と海軍基地を放棄した。5月11日、CSS バージニアは、アメリカ海軍による捕獲を免れるために自爆した。リンカーン大統領は、陸軍長官エドウィン・エム・スタントンと、 財務長官サーモン・チェイスと共に、財務省の密輸官指定マイアミで5月6日に、モンドを取り出に到着しており、作戦のこの部分を目撃した。リンカーンは、ノーホーク氏が脆弱であり、ジェームズ側は、支配可能と考えたが、マクレランは前線にあって忙しく、大統領に会えなかった。リンカーンは、その総司令官としての直接権限を行使し、5月8日に、 その地域の南軍砲台への海軍艦砲射撃を命令し、個人的に騎士の偵察を行うために二人の長官と共に小さな船で出発した。モンドを取りの上級指揮官ジョン・イーウル・少将の指揮する軍隊がほとんど抵抗されずに5月10日にノーホーク氏を占いした。ヨークタウンが北軍の手に落ち、バージニアが自沈した。この時点でジェームズ側は 国軍の砲艦の意のままとなった。5月15日、北、大西洋封鎖船隊の鉄板装甲艦アセス、モニターとアセスガリーを含む5隻の砲艦が、ジェームズ川を遡り、リッチモンドの守りを試した。リッチモンドからは、約7マイルにある、ダッチギャップの上流、川の屈曲部まで到達すると、5隻の砲艦は、水面下の障害物とドルーリーズブラフ上の、 ダーリングドリデにある砲台からの砲火に遭遇し、ガリーナは大きな損傷を負った。南軍の大砲は川もから600フィート上に据えられており、あまりに高くて海軍の大砲では対抗できなかった。北軍の戦隊は少なくとも14名が戦死し、13名が負傷して引き返した。ガリーナの指揮官、ジョン・ロジャーズはマクレランに南軍の首都から10マイル以内に、 国軍の部隊を揚陸できると報告したが、マクレランは作戦中にこの可能性を一度も試さなかった。マクレランは絶望していたジェームズ側からリッチモンドに迫る案を否定され、パマンキー側、ヨーク側の航行可能な支流沿いのホワイトハウス、ランディングに補給基地を設けた。そこからは、リッチモンドヨーク側鉄道がリッチモンドに伸びて川を渡っていた。 マクレランは鉄道を徴用指揮官車と車両を、橋気がつけられる場所まで動かした。それから3週間、マクレランは慎重にリッチモンドに向けてじわじわ進んだ。5月18日、ポトマック軍を再編成し、二人の少将を軍団指揮官に昇進させた。フィッツ・ジョン・ポーターは、新しい第5軍団長に、ウィリアム・ B ・フランクリンを第6軍団長とした。 国軍は、リッチモンド氏の北東に10万5千名を置いており、ジョンストン軍6万名を上回っていたが、マクレランの参謀にいる探偵アラン・ピン・カートンからの誤った情報によって、マクレランは逆に地帯2で劣勢と信じ込んでいた。5月23日から26日にかけて、両軍の戦線の間で多くの小競り合いが起こった。特に先のドルーリーズ・ブラフの戦いで奉還からの、 法制を聞いた後では、リッチモンド市内の緊張感は高かった。北軍がリッチモンド市外郭の防衛線に近づくと、地下ホミニー側に分断されて、前線での身体能力が弱められた。5月27日、フィッツ・ジョン・ポーターの第5軍団の一部が北へ張り出して、ポトマク軍の右翼を守った。ポーターの目的は、ハノーバーコートハウス近くの南軍に対処することで、 あり、そこは、フレデリックスバーグから南進してくる、マクドウェルの援軍の通り道であり、脅威となっていた。ローレンス・オブライアン・ブランチ准将の小さな南軍部隊が、ピークの交差点で乱戦を演じ破れた。しかし、北軍の勝利は意味のないものになった。マクドウェルは、シェナンド渓谷の第一次、ヴィンチェスターの戦いで、バンクスの部隊が崩壊したという知らせに、 フレデリックスワークまで呼び戻された。ポーターがいない間に、マクレランは、地下ホミニー側の南に部隊を多く動かすことを躊躇し、その左翼はジョンストーンにとって魅力ある目標にされた。5月31日、ジョンストーンは、雨で膨れ上がった地下ホミニー側にまたがっている、北軍の状態に付け込もうと考え、川の北にいる三個軍団からは孤立した形にある、川の南の二個軍団。 ハインツェルマンの大軍団とキーズの第四軍団を攻撃した。南軍の攻撃作戦は複雑で連携がうまく、取れず誤った動きになって攻撃が遅れたが、第四軍団を後退させ大きな損失を負わせることに成功した。両軍ともに多くの部隊を投入したが、南軍は勝利を得るために必要な量の集中を成し得なかった。右翼には13個旅団がいたが、 一度に四個旅団を超えて戦うことがなかった。北軍の陣地は第三軍団とサムナーの第二軍団から、ジョン・セジウィックの手段、サムナーの発案で川を渡ったの支援で、第四軍団が崩壊する前に落ち着けられた。ジョンストン将軍は、この戦闘中に重傷を負い、北バージニア軍の指揮は一時的に G.W. スミスに引き継がれた。ロバート・ E.D. 将軍が間もなく、 高級的な指揮官となった。6月1日、南軍は多くの援軍を動員した北軍に対する攻撃を再開したが、ほとんど進展はなかった。両軍ともにほぼ同じくらいの損失を出し、共に勝利を主張したが、どちらも大した成果はなかった。ジョージ・マクレランのリッチモンドに向けた前進は止まり、ジョンストン軍はリッチモンドの防御工作物の背後に退いた。 マクレラン将軍は、その攻撃的行動を捨てることを選択し、包囲戦を敷いて、リンカーン大統領に要請した援軍の到着を待つ、ことにした。マクレランは、この後、戦略的機運を取り戻すことがなかった。実際に、戦争の全体への関与で。リーは、マクレランの前進が1ヶ月も止まったことを利用して、リッチモンドの防御を固め、それを、南のジェームズガー沿いにある、 チャフィンズブラフまで拡張した。ジェームズ川の南では防衛線が南のピーターズバーグまで伸ばされた。新しい防衛線の長さは約30マイルになった。リーは防衛線構築の時間を稼ぎ、攻撃に備えるために少数の部隊を実際の勢力よりも大きく見せる戦術を繰り返した。マクレランは JEB スチュアートの大胆不的な、しかし一方では 軍事的につかみどころのない騎兵隊が北軍乗りを乗り回すこと6月13日から15日でも神経を苛立てられた。半島方面作戦の第二段階はリーガ7日間の戦い6月25日から7月1日においてリッチモンドの東で激しい反撃を始めたことで北軍にとっては後ろ向きの展開になった。これらの戦闘で南軍は 意義ある戦術的勝利を挙げられなかった最終日のマルバーンヒルの戦いは南軍の決定的敗北がリーの攻撃の粘り強さと突然その西側に現れたストーンウォールジャソンの歩く騎兵隊はマクレランのやる気をなくしマクレランはその軍をジェームズ側の基地まで交代させたリンカーンは後にポトマック軍をワシントン DC 地域まで引き返させ ジョン・ポープの北バージニア方面作戦と第二次ブルランの戦いを支援させた。バージニア半島は1864年5月まで比較的静音であったが、この時はベンジャミン・バトラーがバミューダ・ハンドレッド方面作戦の一環として再度侵入した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。